今回は子持ちアリイカの下処理から煮付けの作り方をやっていくので最後までご視聴ください。ヤリイカはヒレがついてる方が背中で、こちらが腹側になります。背中を上にしてここの部分から指を入れて中の筋みたいなのを切って、足をゆっくり引っ張ると足と内臓が取れるので、この赤い部分が腸で、これが卵ですね。一旦バットなどに取っておきます。子持ちのヤリイカは春先にしか出回らないので、見かけたらぜひ作ってみてください。足の処理をしていきます。ここから卵を切り離して別に取っておきます。ここの黒い部分が墨袋になるので、破らないように指でつまんで外します。ここの白い部分は捨てずに取っておきます。墨袋は捨ててください。水管あたりに切れ込みを入れて、くちばしを取って、あと目の裏にも切れ込みを入れて、表から押し込んで目を取ります。ここまでの処理が終わったら、水を張ったボウルの中で肝などを取らないようにすすくようにして汚れを洗っていきます。ここまでで足の処理は終了ですね。次に胴体の方の処理は、この中に卵が残っているので、軟骨を取る前に中の汚れを洗っていくと中の卵が流れ落ちないので、この後軟骨を抜いていきます。指でも簡単に取れますが、途中で切れたりした場合は骨抜きなどを使ってください。ここまでの処理が終わったら、最初に取っておいた卵や足を胴体の中に詰めていって、詰めたものが出ないように爪楊枝などで留めておきます。子持ちのヤリイカは手のひらサイズのものを煮付けなどに使ったりするんですけど、それ以上の大きいものは子を持っていないオスのことが多いんですよね。なのでその時は刺身にしたり、野菜と一緒に炊いたりして使ってください。ここまでで処理は終了ですね。この後煮つけていきます。鍋に酒を150、みりんを50、醤油を50、砂糖を大さじ 1.5 と生姜を入れて火にかけます。調味料はあくまで目安なので、好みで調整してください。一煮立ちさせたら火を止めて煮汁を冷ましてください。熱いまま入れるとイカの身が縮んだり硬くなったりするので、一度冷ましてから使ってください。
煮汁が冷めたらイカを重ならないように並べて火にかけます。火加減は中火でふつふつとするくらい、アルミなどで落とし蓋をして10分くらい煮ていきます。金串などを身に刺して5秒くらい、唇の下あたりに近づけて、熱ければ火が入っているので一度煮汁から身を上げていきます。このまま煮てもいいんですけど、身が固くなるので一度取り出してから煮汁を詰めて再び戻す感じですね。この煮汁にたまり醤油を小さじ1を入れて再び火にかけて、煮汁が半分くらいになるまで煮詰めて味を整えてから、先ほどのイカを戻し入れて、このまま冷まして味を含ませていきます。味が馴染んだら爪楊枝を外して好みの大きさにカットして、あとは食べるだけですね。ここがいっぱい入ってますね。この上から煮汁を回しかけて、針生姜を持って出来上がりですね。木の芽でもいいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録の方もお願いします。